こんにちは、るいです。今日の9月9日の阪神対 DeNA の試合を振り返っていこうと思います。結果は9対2で負けてしまいました。連勝とはな,るならずということで。あ今日は、えー、阪神先発藤並、藤、え、浪、ー。5回途中、まあ、4回3分の1、えー、76球、被安打7、四四球、1、7失点と。 いうことでまあ、7失点ながらも、ねまあ、調子自体は悪くはなかったと思うんですけども、まあ、ストレートはね良かったし、まあ、コントロールはそこそこだったと思いますけど、まあ、別に悪いという感じではなかったんでね、まあ、もったいなかった部分も多少ありましたし不運、まあ、なところもありましたしいろいろなこう流れ的な部分もあっての7失点なのかなと思うんでね。ね まあただ、え、1点リードの段階でワンアウト2、3塁のピンチの時に、結果2つのワイルドピッチで同点、え、勝ち越しの、え、点数を取られたっていうシーンがあったんですけど、あそこもね、まあ1個目のワイルドピッチは、 まあ正直無理だと思いますね。梅ちゃんも止めることできないですし、まあそこは藤波がちょっと叩きつけすぎてしまったというか、まあ、ベースの前でワンバンするという形になったんで、まあ、ただ2個目のはね、ストレートが後ろに反れたんですけど、あそこはなんとか梅ちゃん止めてほしかったなという感じでしたね。まあ、ワンバンもしてないんで、梅、まあ、ちゃんも座ってる位置から体動,い動かずに手だけ、えミットだけ動かして後ろに反らしちゃったんで、 っていうのを考えると、なんとか梅ちゃんも止めてほしかったなと思ったんで、まあそこのイニングね、このイニング5回裏だったんですけど、そのイニングに7失点してしまいまして、んまあちょっとこう流れ的な部分と、まあこのワイルドピッチからだいぶ流れが悪くなっていくのかな、いったのかなっという感じで、 まあ、その後もね、オースティにフォアボール、桑原ヒット、関根のヒットでワンアウト満塁から佐野に、まあ、ポテンヒットの2点タイムリーを打たれて、まあ、もうこの時点でもう今日の試合が決まったなぐらいの流れに結構なってたと思うんでね、まあ、そのポテンヒットもロハス、まあ、ちょっと風があったのかな、まあ、風でまあ押し戻されたりとか流されたりとかっていう中で、 まあ、取れなかったと。で、結果、ポテンヒートで2点タイムになってしまうというね、まあ、ここの2点っていうのが非常に重たくなって、その後も追加点取られたっていう形になったんで、まあ、ちょっと今日は、まあ、あの守備のミスからね、まあ、あれも守備のミスって言っていいのかな、まあ、まあ、不運ですよ、もちろんピッチャーからすれば。かなり高々と上がって打ち取った打球ではあったんで、まあ、藤浪からしたら、あそこだけは不運だったんでね、まあどうし、ピッチャーはどうしようもないかなと思うんで。 まあただ、まあ、ロハスも、ねまあ、追いついてはもう落下地点に入,入ってたのか入ってないのかわからないぐらいだったんですけども、まあ、取れたとは思うんでね、まあ、なんとか <laughs> DeNA も、ね、こうハマスターで、ね、今日、えー、球場をやってたんで、まあ、風の強い球場でもあるので、まあ、そういうフライの難しさっていうのは、ねまあ、甲子園同様あるので。 まあそこらへんがもう少しね、本拠地じゃない分ね、やっぱ風の傾向とかがなかなか慣れない分のプレーだったかもしれませんけども、なんとかね、頑張って取ってほしかったなっていうプレーになったんで <laughs>、取んなところもね、悪かったといえば悪かったのかもしれませんけどもね、まあ守備のミスって言えるかなぐらいの感じだったんでね、まあ、ここだけちょっと不運な形ではありましたけども、まあ、その中で、まあ、その5回の裏で完全に飲み込まれてしまう。 という中で、まあ、ワイルドピッチのある前にもね、えー、1、2塁の場面で 2, 2投3投ダブルスチール決められたというところで、まあそこからもだいぶもうやりたい放題をされたなというねもうすごい、まあ、隙があってというかねやられ放題になったんで、まあそこからはもうどんどん流れがいってね、まあ、打線も2点しか取れなかったんで、まあ今日の試合っていうのはね本当に、まあ、ピッチャーも苦しいし、まあ、ピッチャーも粘りきれなかったというところで。 まあ、今日は藤美もそんな感じだったんで、まあ、また次回に頑張ってもらえたらなと思います。さあ打線の方はですね2点ということで1回を持って中野と糸原が、ね、連続でフォアボールでもらって、えー、近本が、えー、タイムリーというところで、ねまあ、いい形でこう甘くきた、ね、カットボールをしっかりしとめてくれたというところで、ねまあ、d n a のピッチャー、上茶谷。 だったんですけども、上茶谷も調子自体は良くなかったと思うんで、そのコントロールがやっぱり決まってなかったんで、その分連続フォアボールね、こうやってもらったりとか、その中でこう2点しか取れなかったっていうのが一つ、5回裏のね、その藤波が取られたイニングだったりとか、そういう流れ的な部分もあったのかなと。で、その後ね、大山が犠牲フライ打ってね、最低限の仕事してくれて、1イニング2点で、まあその回も1安打2得点というとね、近本のヒット1本で2点取れたんで、かなりいい形で、こう、 1>, 1回の表、初回に攻撃できたんで、波に乗れるかと思ったら、2回以降、0点が続いて、まあ、結果、9回まで取れなかったというところで、で結果、打線もね、4回から8回までヒット出なかったし、まあ、その間はテルのフォアボール1個だけのる出塁だったんで、まあ、その、ね、出塁もエンドラン失敗して、結局、打順に1人も回らないっていう感じになったんで、結果、3人で終わってるんで。 まあ、やっぱり打線のね、ずっと3人で行っちゃうっていう流れの部分もありましたし、2回、3回もチャンスはあったんで、その中で取れてないというところでは、まあ、ずるずる DNA の方に流れがいっちゃったのかなというふうに思ったんで、今日の試合はやっぱ流れっていうのはやっぱり大事にしたいなというところで、まあ、あの、牧にね、ホームラン打たれて1点差に攻められてた場面の前に、まあ、個人としてはこう2対0のえ段階で、なかなかこう、試合がね、あのまま動かないまま、 うん、まあ、次の1点。まあ、阪神に1点が入って3点リードになるのか、DNA に1点が入って1点差になるのかっていうところでは、すごい大事な1点が DNA に入ってしまったというところで、まあ、あの1点返されたことによって、正直、まあ、結構もつれるのかなというところで思ったら、DNA だけがもつれるというね、感じだって、阪神何の演出もなく、まあ、満塁のチャンスは2回あったんですけど、まあ、点数入らず。まあ、フォアボールはそこそこもらったんですけどね、今日ヒット7本だったんですけど、 まあなかなかつながらずというところでね、まあ、打線も正直、状態いいのが近本ぐらいだと思うんでね、やっぱり状態いい人が1人だと正直、まあ、なかなかこつながりのない打線だったり、こうチャンスで打てないというところでね、結局、得点シーンは、ね、近本タイムで大山犠牲フライというところで、結局タイムでは近本しか出てないので、まあまたまあ、もう残り試合少ないんでね、なんとか全員でっていうところになると思うんですけども。 まあただ中野、中野、大山、ルっていうこの主力3人ですね、この主力3人の状態がもうちょっと上がって来ればいいかなと、まあヒットはね出てても、まあ中野も最後1本ヒット出て、テルもヒット1本ツーベース出て、まあ大山も犠牲フライを打ってくれたんですけども、まあ打席の内容というばやっぱり結果があまり出てないというところでね、まああんまり、まあやっぱりもう今は内容よりも結果になってくると思うんで、 まあ、とりあえずチームが勝てばいいというね、えー、時期に入ってきたので、なんとか、えー、調子が悪い時こそ、フォアボールを、えーと、取るなりとか、そう、球数投げさせるとか、そういうのが必要になってくると思うんで、そういう時こそやっぱりチーム野球、えー、というところでね、まあ野球は、えー、チームでね、協力してやるスポーツなんでね、まあそういった試合をね、まあこういう試合がちょっと多くなると厳しくなるんで、 まあ、ずるずるいかないようにね、なんとかやっぱりこの時期、まあ、負けても連敗しないのが大事だと思うんでね、まあ、なんとか連敗しないようにね、明日はまはあ、なんとか打線が、えー、奮起して頑張ってくれたらいいなと思います。さあ、明日の先発は阪神、森木、d n a が1だというところで、ねまあえー、2回目、プロ2度目の先発、森木が、明日するんですけども、まあ、期待はしていますけども、あまり期待しすぎないようにね、えー、したいなと思うんですけども、まあ、どうしてもルーキーなんでね、 まあ、期待はしちゃうところはみんなあると思うんですけど。 前回中日戦で6回3失点といいピッチングはしてくれたんで、もう一回見たいというピッチングを前回してくれたんでね、明日もう一回見れるというところで楽しみだなというのはありますしね。まあ、ルーキーなんで、前回同様思い切ってね、自分のボールが通用するかっていうところで、前回中日戦で今回 DNA 戦なんで、チームが違うんでね、この DNA っていうね、強力打線相手にどれだけ自分のボールが通用するかっていうのも試してもらえる登板だと思うので、 まあなんとかね、チームに貢献してくれたらいいなと思うんですけども、まあ、なんとかこう先発の役割、そんな重く考えずにね、前回の 6, 6回3失点とか、もうそういうのでいいので、まあ、十分だと思うんでね、まあ、もう腕振って、まあ、思いっきり投げてくれたらいいかなとは思います。さあ、d n a 石田はですね、今季結構やられて得点取れてないんで、まあ、そもそも左ピッチャーに今年弱いのでね、まあ、明日は打順も多分変えてマルテが出たりとか、まあ、山本が出たりとかするかもしれませんけども、 まあそれ以外は変えないかなと思うんですけど、まあ、なんとか、今日みたいなこう打線はちょっとこうきつくなるんでね、なんとかみんなでつないで、1、えー、点でも多くね、取れる野球をしてほしいなと思います。本日は以上になります。よければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。